黒頭海蛇は、コブラカウヘ蛇族に分類される蛇。特定動物。有毒。インドネシアからニューギニアまでの海に分布し、日本では南西諸島の沿岸や沖縄に多く見られるが、津島海流に乗った場合によっては、北海道の海にも見られる。全長80から140センチメートル。体型は細長い。体色は単行色で黒い横の帯が見られる。 マダラウミヘビと特徴がこうむる点が多く見分けづらい。頭部は小型で黒い。種小味オメラノケファルスは黒い頭の胃で和妙や英名と同義。毒の成分は神経毒からなり、症状は全身の倦怠感、筋肉痛、運動障害、呼吸困難、麻痺、そして最悪の場合は死に至る。本種に噛まれた場合は、噛まれた部分より心臓に近い部分をきつく縛り、 毒を絞り出す。そして、一刻も早く病院へ急行し、医師による適切な治療を受ける。主に熱帯から亜熱帯に生息する。完全水生種で陸に上がることはない。中高生。食生は、動物食で細長い魚類を食べる。頭部で海底の砂を掘り起こし、獲物を探す。繁殖形態は、卵体制で10月頃1回に4から5頭の幼。 蛇を産む。海蛇は総じてあまり攻撃性を持たないと言われるが、黒頭海蛇は比較的攻撃的で人間の姿を見て向かってくることがあるため注意が必要である。沖縄では本州に噛まれたことによる死亡例が年に数例出ており注意が必要な海の生物であると言える。コトバンク、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。ありがとうございます。